真空ブレーキ。真空ブレーキは、鉄道のブレーキの一種で、ブレーキピストンを真空と大気圧の差で駆動するもので、ある。1874年に最初に導入された。自動真空ブレーキシステムは、イギリスの列車の設備として普遍的なものとなり、また、イギリスの技術的影響を受けた国でも普及した。アメリカ合衆国の、主に狂気の鉄道でも、しばらくの間採用された。 ただしいくつかの重要な制約があることから、イギリスでは1970年代から圧縮空気を利用した空気ブレーキに次第に置き換えられていった。世界中で真空ブレーキは空気ブレーキに置き換えられて廃れかかっているが、それでも南アフリカやインドなど一部の国では使われ続けている。初期の鉄道では機関車や緩急車に備えられた手ブレーキにより、 列車のブレーキをかけており、後には機関車に装備された蒸気ブレーキが用いられるようになった。これは明らかに不十分なものであったが、その当時の技術では容易には解決できなかった。列車全長にわたって鎖をつないでブレーキをかけるチェーンブレーキシステムが開発されたが、列車全体に均等にブレーキをかけることができなかった。こうした問題は柔軟なパイプで、 車両間をつなぎ、各車両のブレーキを機関車から制御できるようにした真空ブレーキシステムの採用で大きく解決へ向けて前進した。最初に考案されたものは単純な構造の直通真空ブレーキで1874年にイギリスのの技術者 JR スミスによって開発された。機関車から列車全体にブレーキ管が引き通されており、 機関車に備えられた便を操作することで真空が作られ、この真空がブレーキ管を通じて各車両のブレーキピストンを動かし、機関車によりブレーキの程度を加減することができるようになってい。圧縮空気ではなく真空を用いることは蒸気機関車においては簡単なインゼクターを用いることで可動部品を使わずに真空を作り出せるという点で好ましかった。しかしながら、 この直通真空ブレーキには大きな欠陥があり、走行中に列車が分離してしまったり、不注意にブレーキ管が連結されていたりといった何らかの理由で車両間のブレーキ管の連結が外てしまうと列車全体にわたりブレーキが効かなくなる。また配管が破損したり、ブレーキシリンダーに欠陥があったりしてもブレーキは効かなかった。 これに対処するためにまず最初に二重計にすることが考えられた。これを開発したのはハーディで真空を作り出すインゼクターを二台にし、一台は列車全体用、もう一台は機関車用にした。たとえ配管がどちらか一方で破損したとしても、もう一つの系統で列車を止めることができた。またブレーキシリンダーを鉄の容器に入れて頑丈なものにし、破損しづらく改良した。 これにより信頼性は大きく改善されたが、それでも、なお列車の連結が切れてしまうと、機関車用のブレーキで停車することのできる機関車は、ともかく、切れてしまった。後半の列車を止める術がなく、事故につながった。このためハーディはさらに改良し、自動真空ブレーキが開発された。自動真空ブレーキでは、直通真空ブレーキとは逆に、ブレーキを緩めるためには、 ブレーキ管を真空にする必要があり、ブレーキ管に空気が入ると、ブレーキがかかる仕組みになっていた。これにより、何らかの理由で、ブレーキ管が外れたり破損したりすると、自動的に列車全体にブレーキがかかるようになっており、フェールセーフな構成となった。また1878年には、ジェームズ・グレー・シャムによって、ブレーキシリンダーを大型化して、真空タンクとして利用し、 ブレーキの操作に対して素早くブレーキ力が反応するようにする改良がなされた。ブレーキ弁にも改良が加えられて空気の侵入が抑えられている。しかし、鉄道事業者は当初その採用に対して抵抗した直通真空ブレーキよりもかなり多くの部品を使っていて費用がかさんだためである。アーマー鉄道事故では機関車から切り離された列車の一部が急勾配を 暴走して88人が死亡した。もし自動真空ブレーキがこの列車に装備されていたら、この事故はまず起きなかったであろうことは明らかであった。事故の被害の大きさに関心が集まり、すべての旅客列車に自動式の貫通ブレーキを装備することを義務付ける1889年の法制へとつながった。自動真空ブレーキには列車の全長にわたって、 引き通されたブレーキ管がある。通常の列車走行時には、ブレーキ管の中は真空になっており、ブレーキは緩められている。ブレーキ管の中に空気が入ってくると、空気圧が各車両のブレーキシリンダーの中のピストンを駆動する。ピストンの反対側には真空が残っているので、その差の力がピストンに働く。機械的なリンク機構によりこの力が成輪紙に伝わり、 車輪の踏み面に押し当てられて、摩擦によりブレーキ力が得られる。この仕組みを実現するための構成部品は以下の通りである。図の中ではピストンが赤で示されている。下側で基礎ブレーキ装置につながっており、ピストンが持ち上げられるとブレーキがかかる。ブレーキシリンダー全体はより大きなケースに入っており、ピストンが動く際に真空を溜めておく働きをする。 ブレーキシリンダーはブレーキ装置の調整を行うためにわずかに動かせるように作られている。このためジョイントベアリングによって指示されており、ブレーキ管との間は柔軟に接続されている。ブレーキピストンのピストンリングは柔軟な構造になっており、必要に応じて上側から下側へ空気を抜くことができるようになっている。車両が使われていない状態で、 ブレーキがかかっていない時には、ピストンの両側での圧力差がないのでブレーキピストンは下部に落ち込んでいる。空気が次第に隙間から流れ込んでくるため、ブレーキ管やシリンダー内の真空は損なわれている。機関車が連結されると、機関士はブレーキ弁を緩めた位置に移動させ、ブレーキ管から空気が抜かれて真空が作り出される。ブレーキシリンダーの上側からもブレーキ管を通じて、 空気が抜かれ、図では緑の部分が真空となる。機関紙がブレーキ弁をブレーキをかける位置に移動させると、ブレーキ管に空気が入ってくる。機関紙の操作により、ブレーキ管内の圧力は大気圧に近くなる。この時、図の中で青く塗られている部分は緑に塗られているブレーキピストンより、上の部分より高い圧力になり、この圧力差がピストンを上へ持ち上げて、 ブレーキを作動させる。機関紙は、ブレーキ管内に入れる空気の量を加減することで、ブレーキ力を加減することができる。一旦ブレーキをかけた後、ブレーキ弁を緩めの位置に戻すと、インジェクターが動作して、ブレーキ管から空気を抜いて再び元の気圧に戻そうとする。この時、ブレーキピストンは素早く戻って、すぐに、ブレーキ力が抜けるが、ブレーキシリンダー内の圧力が、 十分下がるまでには少し時間がかかる。このため、一旦緩めた後に、すぐにブレーキを再度かけようとすると、シリンダー内の真空が足りずに、ブレーキが弱くしかかからないという現象が起きる。安全のためには十分空気を抜いて真空度が回復してから列車を出発させる必要がある。上述したように、自動真空ブレーキは、鉄道のブレーキにおいて、 かなりの技術的な進歩となった。実際の蒸気機関車では2つのインゼクターを持ち、小さなインゼクターで走行中に空気の漏れによくブレーキ管に入ってきた空気を吸い出し、大きなインゼクターでブレーキを緩めていた。後のグレートウェスタン鉄道などでは小さなインゼクターの代わりにクロスヘッドに接続された新クーポンを用いた。機関士の用いるブレーキ弁は 通常、機関車の蒸気ブレーキの制御と組み合わせられていた。ブレーキシリンダーにはリリースバルブが取り付けられている。シリンダーのそばにあるコードを手で引くことで操作され、その車両のブレーキシリンダーの上側、真空タンク側に空気が入る。これは列車から切り離された車両を他の機関車に連結せずに移動させるために、ブレーキを緩めるときに必要とされている。 列車から車両を切り離した時点では、ブレーキシリンダーには真空が残っており、一方切り離し作業のために、ブレーキ管内に空気が入って、ブレーキが最大に効いた状態になっているからである。空気の漏れにより、ブレーキシリンダーの真空は、次第に大気圧に戻っていくが、リリースバルブを操作することにより、素早く大気圧に戻して、ブレーキを緩めることができる。 国有改善のイギリスの鉄道会社は、最大の段階で、ブレーキ管の圧力が21水銀柱インチ533.4トルの真空で動作するシステムで標準化していた。一気圧は約30水銀柱インチ760トルである。グレートエスタン鉄道だけが例外で25水銀柱インチ635トルを使用していた。 これは長距離の列車を運行するときに、グレートウェスタン鉄道の機関車から他の会社の機関車に交換すると、新しい機関車のインゼクターでは、しばしば完全にブレーキを緩めることができないという、問題を引き起こす。各車両のブレーキシリンダーには25、水銀柱インチの真空が残っていて、新しい機関車のインゼクターが21、水銀柱インチの真空を作り出しても、 ブレーキピストンが完全には戻らないからである。この場合、各車両のリリースバルブを開いて、一旦ブレーキを完全に緩める操作をして、回らなければならない。この時間のかかる作業は、大きなグレートウェスタン鉄道の駅、例えば、ロンドンパディントン駅や、ブリストルテンプルミーズ駅などでしばしば繰り返されていた。列車全体に、ブレーキ管が引き通されていることにより、緊急時に、 列車内のどこからでも非常ブレーキをかけることができる。すべての車掌室にはブレーキバルブが備えられているほか、旅客が操作できる装置も設置されており、どちらも操作するとその客車のブレーキ管に空気を入れるようになっている。機関車が最初に列車に連結された時、あるいは車両が列車に繋がれたり切り離されたりした時には、列車全長にわたって正しくブレーキ管が 接続されていることを確認するためにブレーキテスト、行われる。自動真空ブレーキによって、鉄道のブレーキ技術は大きく進歩したが、それにもかかわらずいくつかの制約がある。主なものは、以下の通りである。1950年代の開発により、各ブレーキシリンダーに直接吸気弁が導入された。この弁は、ブレーキ弁により、 ブレーキ管内の空気圧が上昇すると、装備された真空タンクと便の働きにより、ブレーキシリンダーの上側の空気を吸い込むのと同時に、ブレーキシリンダーの下側から、大気圧の空気を流し込むことで、ブレーキがかかり、ブレーキ便により、ブレーキ管内の真空度が上昇すると、装備された真空タンクと便の働きにより、ブレーキシリンダーの上側から、大気圧の空気を流し込むのと同時に、 ブレーキシリンダーの下側から気圧の空気が流れ出ることでブレーキが緩むことでブレーキの反応を素早くするようになっていたアメリカや大陸ヨーロッパ諸国では初期には真空ブレーキの導入が図られた例もあったもののいずれも後にジョージ・ウェスティングハウスの開発した空気ブレーキシステムへと移行していい特にアメリカは 空気ブレーキの開発国であり、1893年に交付された連邦法で通常の鉄道車両における自動連結機及び、この新型ブレーキの搭載が義務付けられたため、以後アメリカでの真空ブレーキの採用例は事実上消滅した。空気ブレーキは高い圧力の圧縮空気と大気圧の差でブレーキピストンを駆動する仕組みである。真空ブレーキでは、 気圧差は最大でも1気圧にしかならないが、空気ブレーキはブレーキ管内の圧力を上げればその何倍もの圧力で動作させることができる。これにより小さなブレーキシリンダーでも同等のブレーキ力を発揮できた。また、機関士の操作に対する応答性に優れ、さらに自動空気ブレーキでは三動弁と呼ばれる特殊な弁装置を使用することで、 列車分離事故などの際にフェール性不正が確保されるなど、真空ブレーキと比べていくつかの重要な利点があった。しかしながら空気ブレーキでは圧縮空気の供給源として空気圧縮機の搭載が必要で、さらには連続動作や非常時の動作のために一旦圧縮空気を蓄積するエアータンクも搭載せねばならず、真空ブレーキと比較してどうしても 構造や配管が複雑なものとならざるを得ない。蒸気機関車の場合、空気圧縮には往復動、レシプロ式の蒸気圧駆動による空気圧縮機が搭載されるが、保安上重要な機器であることから、通常の場合、これは故障時の上調性確保の意味を含めて、複数の装置をまとめたものが搭載されるため、装置全体の容積が大きくなることは不可避であった。 空気圧縮機の独特な形とブレーキが緩められる時にブレーキ管に圧縮空気を再度込める独特の音からウェスティングハウスシステムを搭載した蒸気機関車は遠目であっても真空ブレーキ搭載車は容易に区別可能である。日本ではその創業時にイギリスから技術を導入したという経緯もあってアメリカの技術導入で開業し当初から 自動空気ブレーキを採用していた北海道を除く全国の幹線鉄道各線で真空ブレーキが普及した。だが列車速度や牽員定数が増大した1910年代後半以降、曲線半径の小さな急曲線区間や山岳線区が多く、そのためどうしても制動回数の多い、そして車両限界が小さく、 ブレーキシリンダーの対価が困難な日本の鉄道では、連続使用後の真空度の維持が難しい真空ブレーキの限界が早くに露呈した。このため、日本の鉄道省は1921年に、ウェスティングハウスやブレーキ車線自動空気ブレーキの導入を決断し、同年末より各車両への搭載工事が開始された。このため、当時量産中であった、 旅客用蒸気機関車の18,900型では1922年製造分から、8,620型は遅れて1923年製造分から、貨物用の9,600型も1923年製造分から、順次自動空気ブレーキ装置と、その動作に必要となる空気圧縮機や、元空気止めなどを搭載した姿で竣工するようになった。また、 同じく1923年より製造が開始された重量貨物列車用の9900型では、当初よりこれらの装備が搭載されており、自動連結機の採用と合わせて、貨物列車の牽引定数の大幅な引き上げに成功している。また、こうした機関車側の変更に合わせて客貨車に、ワブコ製 P ーー、客車用 K、貨車用ブレーキがそれぞれ導入開始されており、 これらの移行は、連環式連結機から自動連結機への切り替えという歴史に残る一大イベントを挟んで徐々に進められた。最終的には、1930年代初頭までに、鉄道省在籍全車両と、各支鉄の小線直通車両について、真空ブレーキ搭載車への自動空気ブレーキの搭載工事と、非直通車両からの真空ブレーキの撤去工事が実施れ、 ここに日本の鉄道からは真空ブレーキ搭載車が完全に消滅した。なお、ブレーキの移行期間中の機関車各形式については、いずれも原則的に真空ブレーキと自動空気ブレーキを併設した形で運用されており、それらは移行完了後に順次真空ブレーキをかく、機器や管の撤去を実施している。イギリスではノースイースタン鉄道が ウェスティングハウスのシステムを採用していた。またワイト島の鉄道でも標準であった。当然のことながら、これにより他の線と直通する列車については、互換性の問題が生じた。適切なブレーキシステムを備えていない車両でも、異なるブレーキシステムの列車に連結して走らせられる、ウニ車両を引き通す、ブレーキ管を設けていた。これによりその車両より後ろに連結されている車両の、 ブレーキを制御することができたが、当然ながらその車両自体のブレーキ力は働かない。もし両方の設備を乗せられるだけのスペースがあれば、真空ブレーキと空気ブレーキのデュアルブレーキにすることもできる。どちらか一方のための引き通しブレーキ感を備えているのなら、もう一方のブレーキを装備することはかなり簡単である。列車の乗務員は使用する 側のブレーキシステムを備えていない貨車がブレーキ力を働かせないように注意する必要があり、また下り勾配での余裕を見る必要がある。イギリス国鉄の初期の多くのディーゼル機関車はデュアルブレーキを備えていて、国有化以前の各し鉄から引き継いだ車両がその羊に応じて異なるブレーキシステムを搭載していることに対応していた。空気ブレーキでは列車の末端でブレーキ管に しっかり線をする必要がある。不適切に線をされると、ブレーキ力が減少して危険なオーバーラン事故を招くことになる。真空ブレーキでは、列車の末端では、真空の吸引力により、線をすることができる。真空ブレーキは、空気ブレーキに比べて、ブレーキ管を塞ぐことが難しい。一挙真空ブレーキを利用している。 大きな鉄道事業者としては、インドの鉄道と南アフリカのトランスネットがあるが、これらの事業者でも空気ブレーキやデュアルブレーキを用いた列車がある。他のアフリカの鉄道では、真空ブレーキを使い続けると思われる。他に、スイスでは、レーティッシュ鉄道や、マッターホルンゴッタルド鉄道など一部の私鉄が、真空ブレーキを使っている。イギリスのナショナルレールでは、完全に、 空気ブレーキに置き換えられているが、多くの保存鉄道ではまだ使われている。また、本線の骨董的な車両でも、真空ブレーキを装備したものがあるが、ますます少なくなりつつある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。